はい、というわけでどうもマルトラです。今回はファンパレなんですけども、今日はナナミン使っていこうかなと思います。初期からいる SSR キャラクターというわけで、まあ、僕ナナミンかなり好きなんですけども、 SR の方が強いというね、謎状況なんですわ。まあリリース日初期だからある、まあ、調整のミスなんかな、はい、如実なんですけども、この度貫突なりました。はい、このゲームでキャラ1枚貫突にするのには45万必要なんで、だからこいつうまい棒4万5000本の神と、はい、なりました。こいつにうまい棒4万5000本え、ぼったくりやんなあこいつにうまい棒4万5000本の価値ないねんけどなあ。こいつを天井で貫突にしようかなって考えてる人はちょっと考えを改めてほしいなと思うんですけども、まあ使っていくんですが、 HP14400、 体術3900、術式5200、必殺1500というわけで、まあ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 、うん、まあ必殺クソ重いんですけども、まあまあやな。はい、ほんでコマンドスキル、レベル6、呪力0消費して、体術術式 64% 複合なんですよ。まあ、これがね、あの弱さに発射をかけてるゆえなんですけども、複合なんでね、今複合系人権ないんでね、悲しい状況ではあるんですけども、ただ僕そのうち複合系めっちゃ強くなると思ってるんで、まあ注目してはいるんですけども、複合というまあ体制に関しては、んーで、レベル6、呪力10消費して、会心中アップ付与4ターン、ブレイクダメージロー 68% アップ付与4ターンというわけで、まあちょっとしたバフなんですけども、術式与えるダメージアップではないので、直結して火力には関係してこないという、会心出やすいといえど、まあそれまで天井ありますんでね、まあその辺がちょっと悲しいかなと思います。これのどっちかが、まあ術式体術アップもしくは与えるダメージアップやったら強かったんですけどもね。うん、でお次、レベル6、呪力30消費して、体術術式 174% アップ、合計 358% ですね。パーセンテージはまあまあ優秀、これがレベル6で、あの呪力30で打てるんで、まあいいんじゃないかなと思います。んーで、必殺が、敵全体に体術術式 399% というわけで、まあ約 800% ですね。必殺全体持ちなんですよ。僕初期の頃必殺全体持ち雑魚処理とかでよく使ってたんですけども、やっぱり今となっちゃあんまり強くないかなっていうのは、正味な意見ではあるんですけども、はい。ほんでオートスキルが、バトル開始から9ターン目開始時、呪力30回復、必殺200回復、術式3チアップ費用1回というわけで、ま、長ければ長いほどまあちょっと恩恵があるっていう状況ではあんねんけど、これ術式アップが永続じゃないんですよ、1回だけっていうね。これが永続やったらまあまだ使えたかなっていう感じはしてんねんけど、というわけで、今日はナナミンに、こちら払う、使っていくんですけども、これまあ複合系の階層の中で個人的に一番強いんじゃないかなと思っている、永続当たるダメージアップも持ってるんで、これちょっとあの底上げ45万くん底上げしていこうかなと思うんですけども、使っていくんですが、挑んでいくダンジョン、最終章の10話というわけで、まあボス出てこないんですけども、夜属性なんで、まあドテク性ちゃうかなと思いますね。やっていくんですが、まあ、まずはどんだけ軽く出るか普通に殴ってみていこうかなと思うんですけども、パンダ、あ、なんでパンダちゃんクリティカル出しとんねん。ただ17000、イタドリが16000なんで、スナグリはまあイタドリよりマウント取ってるっていう感じですね。まあ言うてこの階層が結構でかいかなと思う。ああ、ちょっと乱数で負けてんねんけど、この階層永続で与えるダメージアップをオートスキルで持ってるんですよ。与えるダメージ 20% アッププラス、東京校の学生がおったら、効果でアップ。これ多分ね、一人につき、なんぼやろな、2% とか 3% ぐらいなんですよね、多分。だからまあ、与えるダメージアップが 25% とか 26% とかになってるんじゃないかなと思う。だからこの階層が、この階層と組み合わせたらナナミンかなり使えるんじゃないかなと思う。お次、トカゲなんちゃらなんちゃらなんちゃら使っていくんですけど、ダメージいかほどというわけで、はいはい
はーい、66,000円。素晴らしく66,000円なんですわ。はい、まあちょっと国選出たんですけども、まあでも66,000円割りかし頑張ってるんじゃない。回想も何も発動せずに66,000円なんで、まあ弱いと言われてるんですけども、まあ頑張ってるんじゃないかなと思うんですけども、はい、こう国選出るね、えらいほど国選出るやないの、素晴らしいやないの本当に。ちょっとラストで、必殺技ぶん巻いていこうかなと思うんですけども、ほいと、必殺溜まったんで発動していこうかなと。まあ一応回想は発動なしでやっていく、数の火力ですね。まあちょっと国戦出やすいんですけども、今まあダメージいかほどというわけで、まあ一応国戦もね、ナナミンの性能なんで、まあいいじゃないかなと思うんですけど、いかほど、はいはいはい、あーい、10万。1人約10万バフなし、バフなしでまあ10万ですね。まあなんじゃない、言うてまあ頑張ってるのではないかなと、まあ言っておきましょうかね。はい、ちょっとかわいそうなんで。はい、というわけでお次、特急変態でやっていこうかなと思うんですけども、まあなんでしょうかね、複合系、僕複合系というまあグループは結構好きなんですよ。僕複合系結構未来やると思ってて、それこそ SSR で強い複合系が登場したらもうスピードマックスでそっから環境をつかむ気がして塗るんですよ。だってダブルバフとか両方とも恩恵ありますんで、かなり使えるギミックやねんけど、今の環境ではね弱いキャラしかいないんでちょっとあれなんですけども、だからあのナナミンの別バージョンとかが登場したらもうナナミン絶対に今後複合系なんで、絶対に。だからまあそうなったらかなり使えるのではないかなと思いますね。まあこいつに45万の価値はないな、うん、絶対にこいつに45万の価値がない、うん、100%。 まあ比べるのもあれなんですけども、前にいる乙骨、この乙骨が、僕こいつ37万ぐらいなんですよね、こいつ、でそれと比べたらもう圧倒的に、うん、というか後ろの犬巻の方が価値があるわ。この犬巻貫突なんですけども、 SR の貫突なんで、10万8000ぐらいかな、まあ、うまい棒1万本なんですよ、4分の1以下なんですよね、この犬巻とメガネ組み合わせたら。それはねちょっとねえ、全然価値ないなっていうのか、正味な意見ではあるんですけども、ここ一発リカちゃんぶち込んどいて、まあ、バフ打っといて、まあ普通にぶち込んどきましょうかね。はい、まあ、ブレイクダメージはアップアホほど積んで、結構ブレイクダメージいけると思うんで、まあ、これちょっと必殺ぶんまいていこうかなと思うんですけども、はいと、まあこう打っといて、なんかデバフされてる今、まあちょっとデバフされてるか、デバフされとるやんけこいつ、きっしょいの。これ待とう、さすがに待つわ、ここさすがに待っていきまして、はいと、あバフ積んだよかったな、まあええか、はいと、というわけで青骨診断で、早速やっていこう。ああほんで術式アップ、付与していきまして、これこの先生の最大、なんで僕これ、まあいいか、最大火力ですね、まあいかほどダメージというわけで、1回バフ積み損なんですけども、いかほどというわけで、ああ素晴らしい、うわすんごいブレイクダメージ量削ったやん。あ、やっぱりブレイクダメージ量アップって今全然注目されてへんけども、組み合わせたらちょっといいかもしれんな。だって今半分ぐらいやったくない、ブレイクダメージ量半分ぐらいから持ってったくない、これ正確な削り具合ちょっと見てへんかってんけど、多分かなり削ってんな今。ほんでなんか76,000、なるほど、まあこのあのナナミンは全然弱いんねんけど、新バージョンが登場したらちょっとナナミン化ける気がするな、これは。まあこの伏黒も新バージョン登場して結構強くなったんで、ナナミンもまあ初期でこれなんで、次かなりまあ見込みはあるで、これはちょっと早く
早く来てほしいですね。僕はナナミン、まあいつ来るんか分からへんけども、おそらく、今期のアニメ、前のアニメのところの範囲のまあナナミンが来るんじゃないかなとは思うんですけども、まあそうなったら今年中にワンチャン来るかどうかやな。ワンチャン来年の可能性もあんねんけど、どうなんでしょうね。早く来てほしい状況ではあるんですけども、というわけで、ナナミン使っていったんですけども、もう一度言おう、天井で貫突引きに行くのはやめよう。